合法辻魔堂は大阪市何枠にある道を覆う。有数念仏宗の寺院、西方寺の境内に立地する。合法辻は現在の松山地筋と国道25号線の交差点を指す歴史的な古障。合法が辻などとも表記される。古くは合法辻と書かれ、聖徳太子が物のべ森屋と仏法について合論した地であると伝わるほか、 四天王寺の学校があったことから、学校が知事と言っていたものがなまったなど、地名については多くの俗説がある。江戸時代には大阪市以外の南港、摂津国東成郡天王寺村の一角であった。合法辻は四天王寺西門の西方に位置しており、大阪の上がり口にあたる。すなわち龍田越えなら街道はここから東へ、四天王寺門前まで、 上町大地の斜面を登っており、坂に向かって右手に一神寺、左手に安居神社がある。この一帯は1897年に大阪市に編入され、市街化が進んだ。歌川宝説、何は百景四天王寺合法辻。雪の情景は雪州合法辻が下敷きになっている。炎魔堂も聖徳大子の創建によると伝えられ、古くは 大伽欄があったが、陛下にかかって辻堂になった。説明書図絵などに、当時の様子が描かれている。もともとは、現在の交差点の東南側にあったが、明治中期、道路拡張のために、交差点の北西側にあたる有数念仏州、西方寺の境内に移転した。西方寺は有数念仏州の寺院で、三号王、京月山と言い,い、本尊は、阿弥陀仏。 第二次世界大戦の戦災で消失したが、戦後に再建された。円魔堂は国道25号に面して立っており、摂州合法辻ゆかりの地として、玉守の日が経つ。文楽及び歌舞伎、摂州合法辻初演の舞台である。作中で主人公が重い甘いを円魔堂に願掛けして治すことから、病気併用を祈願する人々の信仰を集める。 本作では、学法という名の人物が、当地に暗室を構え、閻魔堂を建立する設定になっている。なお、雪舟合法辻は、年のり丸伝説を、下敷きの一つとしているが、年のり丸を主人公とした、幼曲、弱帽子は、極楽の東門に通じるとされた四天王寺の、西門を舞台にしている。歌舞伎、絵本号をーク初演でも登場する。この作品は、 明暦2年に、加賀大正寺班の前田大学の助が仇討ちによって、殺害されるという事件を下敷きにしているが、摂州学法辻の成功を受けて書かれており、摂州学法辻のパロディが見られる。ありがとうございます。